こんにちは。こんにちは。哲学の劇場の山本隆光です。吉川呂光です。今日はですね、人文的、あまりに人文的、えー、2023年の第2回目となりますが、えー、138回目、通算138回目ですね。えー、そして、えーと、今回は注目の新刊をやってみたいと思います。来日。来日かな <laughs> 局長的大人気コーナー。はいえーとね、昨年も、ね、膨大な書物が、ね、登場した中であの毎回、えー、お互いに、ね、3冊ずつ選んで紹介するということをしましたけれども、ねえー、と今回もまたそのようにやってみましょう。では早速ですけれども吉川君、いかがでしょうかどんな本との出会いがあったでしょうか。はいはい、すごいもの持ってきました <laughs> 何 <laughs> だろう。うまく映るかなおおすごいインパクトですね。は木、い、き翔子、江戸パンク、うんうん、国吉吉俊の幻想劇画、うん、ファイ・インターナショナルという版元からの本で、この金の白押しのね、のうん、あの、文字に、この浮世絵のね、うんうん、パンキッシュな感じの、 うん、はい。絵がなってまして。はい。中はどうなんですかあの、そのままなんですけどね。<laughs> エドパンクです。<laughs> エドパンク。うん。青、なるほどね。うん。見えます、見えます。まあ、タイトルのエドパンクっていうので、うん、まあ、半分、勝ったも同然っていう感じの本でですね。うん。あの、歌が国吉。 まあご存知のとおり、江戸末期の浮世絵師で、うん、で月岡芳年は、えーとま、江戸末期から明治にかけての浮世絵師でね、うん、彼らの、まあ、パンキッシュな、こういう。<laughs> すごい。幻想劇画と名付けられてま,うん、うん、まさに浮世絵なんだけど、まあ劇画だよね。うん、ある種今から。まあこういうものをね、うん、なんと、 日本語と英語で紹介してくれるという。ほう。完全なバイリンガルになってます。うん。あ,あ、ほんとだね。へえ。まあ、そういうわけでね、あの、うん、まあ、普通に面白いし、うん。百眼点が。うん。あと、まあ、外国人のね、友人、知人などに、うん。贈り物もいいかもしれないね。うん、あ,あ、そうですね。うん。うん、英語で読んでいただければね。 何が書いてあるかとか解説が。非常にカルチャー心をくすぐる。<laughs> いちいち面白いね。うん、もちろん他のね、あのはい、同時代に活躍した幕末の絵師たちの作品も大量に載ってますので、うん、はい見て楽しい、読んで面白い本になってます。うんうん、いいですね。江戸パンク。江戸パンクです。うん いやー、ちょっとね、あのー、町田光さんとのコラボレーションを期待したい感じ。うん、<laughs> エドパンクと来たら。エドパンクと来たらね。うん <laughs> いいですね。うん、はい、ありがとうございました。はい、山田君、いかがでしょう はい、じゃあね、今、絵の話だったからというわけではなく、まあ、事前に別にね、何の打ち合わせもしてないんで、たまたまですけど、こういうですね、ああ光の加減で見えにくいけど、えっ、ー、と、ホメロスと色彩というね、あの新刊書が出ました。斎、えー、藤由紀子さんという著者で、えっと、これは、京都大学学術出版会の学術選書という、あの、シリーズの一冊ですね。 でこれは「あのホメロスと色彩」という署名からねあの想像がつくかもしれませんけど、えー、古代ギリシャの世界における色の話をねあれこれさまざまな研究も踏まえながらですね SF に書き綴ったあのとても楽しい本ですまあ、色の話っていうのはねあの面白いものが多いわけなんですけどもでも中でもね古代ギリシャの色ってどうだったの っていうのはねそれだけで一冊ってあんまり見かけない。そうだよ、うんうん。正直考えたこともなかったけど。うん、ね。でも、あの最初のカラーの口絵とかもあってね。うん。そうそう。それで、例えばだけどね、あのホメロス、まあ特にね、この本はホメロスをにフォーカスしながらね、その周辺の古典的作品も見ていくんだけど、あのホメロスとか読んでるとね、えっ、ー、といしょっちゅういろんな色の話はね出てくる。 出てきてきね、うん、で中でもこの本の中でも注目されているフレーズの一つに「ブドウシ酒色の海」っていう訳され方をするね「ブドウシ酒色の海」っていう表現一度読んだだけでもちょっとかなりこう記憶に刻まれちゃうフレーズなんだけどでもそれ何色なのっていうちょっと気になるね気になるよねわかるよでわからないっていうね でまあ、じゃあそれはねギリシャ語でなんて言ってたのっていうのがまあオイノプスっていう言葉なんだっていうとこまでは文献を見ればわかるんだけどしかしそこから先がねやっぱ難しくてね今みたいにあの映像が残ってたりするわけじゃないのでこの古代ギリシャ人がブドウ酒色オイノプスの色って言ってるのが一体ねどんな色を想像すればいいのかそれにワインって一口に言ってもいろんな色もねあるわけなので。うん どういうふうに色彩感覚があ,のあったのか、それは私たちとどう違うのか、同じなのかっていうね、そういう話がね、もう満載で、あの本当に楽しい本です。いや、確かに非常に興味深いね。うん。だって、ぶどう酒をいろったってね、ぶどうしのね、製造方法も今とは少しは違うんだろうし、うん。うん、濃さもね、昔と今と、うん、も違うだろうし。うん そう,そうそう、古代ギリシャ人はね、ワインを水で、うん、あの溶いて、めて飲んでたっていう話もね、うん、あるぐらいでね。っていうね、ことをはじめとして、まあ,あの、ごく軽くもう一つだけ言うと、例えば古代ギリシャには青っていうね、あのものがなかったと。<ー>我々がおなじみの青がなかった。でもそれは、 あの、ギリシャ人が青っていう色を見えなかったとか、認識してなかったのかっていうと、多分そうではなくて、単にあの、語彙として青がなかったというね、うん、ことをあの、著者の斉藤さんは指摘したりしてますよね。こういう、色、色と言葉と人間の感覚と文化の関係っていうのがね、根然一体となるのが色って色彩というあの要素でもあるんでね、この辺楽しんでいただければと思います。それはあの、エッセイってことは、 うん、特にそのあ興,味も興味深いなと思ってパッとこう読めちゃう感じのものになってる。あもうそのとおっしゃる通りであの、なんなら気になるページからパッと読み始めても大丈夫なスタイルで書かれてますね。うん、あそれはいいですね。うん、とてもいいと思いますね。色に関心がある方、ぜひお手に取ってみてください。なんかね、デザイナーもね、なんか、うん、<あの> <laughs> 読んでみると、なんか思わぬ、うん、なんていうか、ん、こう。 発ありそうですねあそれはきっとあるでしょうね。うん。考えてみたこともないような話とか出てくるからね。あの灰色の春とか言ってね。春のことを灰色で形容するって一体何やねんみたいな話とか。本当にね満載なんですこれいやー、学術選手は渋いですね。そう、あのね、この選手ね、面白い本多いんですよね、実はね。先日あれが出たでしょ。なんだっけ、「あの天論の世紀」とか。ああ、そうそうそう。あれもいい本でした。 そう、なかなかね、あの、<laughs> 書店で遭遇するのは難しいかもしれないけどね、あのぜひ探してみてください。はい、このね、船、うん、書っていうのはね、版元のカラーっていうか、いろいろあって、うん、あの、うん、えっと、目立たないんだけど、船、うん、書とかと比べるとね、うん、そでもなかなか渋いラインナップが揃っていて、楽しいですよね。そうなんですよ。だからね、巻末に出てるあの観光リストもね、見ていただくと、おおって感じになると思いますね。 はい。ありがとうございます。はい。では、うん。私も選手を持ってきました。お、なんでしょうか。偶然ですけど。うん。うまいこと繋がりました。うん、なんだろう。今度はね、中高選手。ああ、本当だ。うん。宇野しげ日本の星とリベラル。うん。政、う、治、ん、の座標軸を立て直すと。うんうん、はい。これまた中高選手っぽい。これも渋い。<laughs> オーソドックスなというか。<laughs> 本当だね、うん、あのタイトルの通りで、保守とリベラルっていう言い方結構されるし、うん、我々もなんか分かった風に使っちゃうんだけど、うんまあ、普通に考えたら、親、うん、と思う方が普通なわけですよ。うん、だって普通に保守の対義語何かっていうと、どっちかというと革新の方でしょうし、うん、リベラルの対義語は何かっていうと、 権威主義の方でしょう。<laughs> うん、そうだね。うん。それがなぜ保守とリベラルかって言われてるかっていうと、うん、まあもちろんそこにはね、あの、ご存知のとおりアメリカの思想の影響があったりもするんだけど、うん、とはいえ、そんな区別おかしいって言うだけ、うん、言ってるだけでもしょうがなくて、うん、っていうのも実際に、うん、あの、そういう区分が実際にされていたりとか、うん。あと、まあ、その区分、これ、まあ簡単に言うとアメリカ的な区分なんだけど、 うん、あのそれが日本に実際に導入されてそんな風にして我々が分かった風に使われ使ってしまっているこの状況っていうのは、うん、どれくらい、うん、その実はそ,のそこに内容があって、うん、あるいはないのかとか、うん、いろいろ考えるべきことはたくさんあって、うん、でその観点からその日本の政治状況とか政治思想の状況っていうのをまあ、うん、あの 座標軸を立て直してた、あのタイトルの通りにちょっと再考してみましょうと。うん、まあそういう感じの本で。うん、まあ、まあなんていうか、うん、確かにそうだよなっていう。<laughs> ね、うん そうだね、特にあの保守の方はともかくとしてね、まあ、保守もね、あの保守というラベルのもとの内容はどんどん変わってきているわけだけど、特にリベラルの方がね、あのレッテル張りに使われるケースがとても増えているので、そういう意味でもね、内容空想な場合もあれば、あの 中身が伴ってる場合もあったりしてね、この辺が本当に混乱してごちゃごちゃになってるから、あの頭の整理もやっぱ必要だよね、それはね。そうなんですよあの。常に内容空想に言われるんであれば、うん、そんな区別がいらないで済むんだけど、うん、あのそうでもないんだよね。<laughs> そうそうそう。<laughs> あったりなかったりするんですよ。そ <laughs> そうそう、うん いいですねそれ。そういうことはやっぱねあの、思考の整理というかね、知の整理としても大変有益だしね、助かりますね、専門家にそうやっていただくとね。うんはい、しかも、中高専将らしい、はい、テーマでもありますね。はいはい、じゃあ、えっと、私のの2冊目ですけど、はいえー、次はこういうですね、ちょっとまた、あのケバケバしい感じですけど、<おい S 1> 今度はね。 著者が3人います。ロブ・ライヒさん、メラン・サハミさん、ジェレミー・ M ・ワインスタインさんという3人の著者が書いたシステムエラー社会、うん、サブタイトルが最適化至上主義の罠、小坂恵里さんが翻訳で、NHK 出版から出た本ですね。 すごいタイトルでしょ。でまあ、えっと、これはですね、特にアメリカのテック企業ですね、いやあの昨今はガーファーなんて言われてるりするね、あのネット企業を中心として、その何が起きてきてるのかっていうその問題をね、あの解剖する本なんだけど、特にそのシステムエラー社会っていうふうに訳されてますけどね、あのコンピューターを使ったネットワーク でさまざまなサービスをまあ提供して SNS とかはねその典型なんですけどえあるいは今私たちが利用している YouTube なんかもそうですけどこういうシステムを作って運営する側が何を考えるかっていうねあのその目標に設定するえ要素っていうのが実はいろいろあってその一つがですねあの何らかの最適化をするためのこう えー、数値的な指標の設定があるんだっていうね、話があって、分かりやすいのは YouTube です。YouTube ではあの、ともかく視聴回数が多ければ多いほど利用者はハッピーであるという定義をしていて、だから、うん、な、何はともあれ、視聴回数が増えることが善なのだみたいなね、あのちょっと強調して言うと、そういう目標を掲げているので、こうなるとね、あの話がちょっとおかしい方にも行き、 ってしまうわけですねつまり視聴回数が増えればいいってことはそこに最適化していろんなことが動いてしまうレコメンドもそうだしそれからだったらね視聴回数が稼げるセンセーショナルなものとかフェイクでもみんなが驚いて見ちゃうものとかねそういうのが紛れ込んできてもいやそれは視聴回数が増えるんだからいいんじゃないかというふうにしてですね PV 市場主義ってなった途端にあのそもそもね視聴回数が多ければ利用者のみんなもハッピーって言ってう。 定義自体がこう怪しくなってくるというね、うん、え話で、何らかの数値目標を設けると、大体そういうことが起きるわけね。<あ>そこに最適化して、他のことを全部捨てちゃうっていう、うん、それってまずいんじゃないのという、まあ、簡単に言えばそういう指摘をしている本なんですね。うんあの著者は何ですか、うん、ジャーナリストとか研究者とかなんでしょうかえっとね、えっと、確かスタンフォードの先生たちですね。まさにテック、うんうん ジオっうライヒさんがスタンフォードの社会倫理教育センターの人で、サハミさんがグーグル創世期にエンジニアをやっていた人、うん、ワインスタインが政治学者というわけでね、うん、社会科学の人とエンジニアが組んで書いたものですね。ああまあ,あの、いいチームだね。うん、うん、とてもバランスがいいチームだなと思ってね。うん、そう、ぜひですね、これ一言じゃないんだな 読むといいんじゃないかと思います。ありがとうございます。はい。じゃあ、吉川君。三冊目はいかがでしょうか。え三冊目はですね。スタンダードなものを持ってきました。うんうん。巴田敏夫ほか、辺、え社会学の力。最重要概念、明大集。え。夕日書これの改訂版が出まして。今日、家に届きました。はい。 これはね、もう定評のある、うん、あの、社会学ので使われている、うん、あるいは社会学が発明した、えーうん、諸概念。うんまあ、これをあの非常に手堅く、うんえー、かつ簡潔に、えー、説明してくれるという、うん、まあ、我々のような部外者からすると非常にありがたい。で、あのけ研究者にとってもおそらくあの確認するときに、うん、あの役に立つ。うん そういうう本ですね、はい、そうなんだよね1項目あたり4ページぐらいでねだいたいまとめてくれてるんでまずなどういうことかなっていう確認に使えてねあの <laughs> えっとしかもそれがあの参考文献なんかのこともちゃんと出ていてね、うんうん、大変ありがたいですよねこれは、うん。こういう本のいいところって、うん、さっき山本君言ったようにどこ当たればいいかがちゃんと書いてある。 うん当たり前のことなんですけども。うん、うん、そう。いや、でもその当たり前のことがね、なかなか得難いわけでね。うん、だから、座右にちょっとこれはね、一冊置いといて、まずはね、目次のところにあのどんな概念がね、出てるかをざっと見とくだけでもいいですよね、はい、きっとね。このね、あの社会学っていうのは、もちろん、うん、もあまりにも広い、あの、 領域を相手にする学問なんだけど、うん、あのよくツイッターとかでも、うん、ホニャララに対する名前が欲しいっていうツイッタートよく見るけど、ど、うん。どの倉庫なんだよね。うん。<laughs> そうそう。いろんな現象に名前がついてます。<laughs> <laughs> そうそう。実はありますっていうね、うん、名前がね。うん、そうなんだよね。まあ、あの、今ではすっかりね、 普通にというか、よく使われるようになったけど、例えば感情労働とかね。そうね。こういう言葉もね、うん、あ、名前ついてんだって最初びっくりしましたけどね。相対的剥奪とかさ。うん、そうそう。準拠集団とかさ。そう、そう。結構便利なんだよね、こういうのね。あのー、大変いいですね。うん。権利的消費とかね。うん、そうそ、ん、う。<laughs> <laughs> そうなんですよ。社会学の知恵というのはね、うまく使うと頭の整理にとっても有効なんでね。でねはい。はい。ありがとうございました。じゃあ、私の方の、はい、3冊目ですね。このような、ちょっとね、ライ,ライトのせいで見えづらいですけど、<ー>はい。えっと、セリア・ホデントさんの初めて学ぶビデオゲームの心理学。サブタイトルが脳の働きとユーザー体験。 という本で、うん、ーとゲーム研究の山根真嗣さんが翻訳をしていて成田博之さんが翻訳福村出版から刊行されましたと。でねまあ私もあの別に研究者ではないですけどゲームについてはねあの長いこと付き合っていてあの教えたりもする立場なんだけどゲームについて扱うとき何が一番難しいかってあのゲームで遊ぶ人が何を体験してるのか それをねどう捉えたらいいかっていう,いうこと自体がねなかなか困難なんですね。うん、でまあこの本はあのセリア・ホテントさんっていうのはあの心理学を収めた人で,、えー、でそれから実際にゲームの開発にもねあのコンサルそっち方面からのコンサルタントとして関わったりしたあの実践もやってる人なんでね。 そういう意味で、えー、その立場からですね、ゲームをプレイするときに人がどんな認知的な経験、感情的な経験をしているか、あるいはよく社会でね、問題になるようにあの、ゲームの影響で悪いこと、悪い影響があるんじゃないかとか、逆にあのゲームをやるとこういう認知機能が向上するよみたいな、良いことも悪いことも含めて、えー、人間の心理にね、どんな影響があるかっていう話を。 あの結構分かりやすくですね、まとめてくれてるので、あのこれはちょっとですね、あのいいなと思って、今日は紹介しようと思いました。ありがとうございます。これは全ゲーム開発者、あるいは、うん、あのゲームユーザーというか、ゲームオタクひ、筆形の一冊じゃないでしょうか、ね。<laughs> その通りだと思いますね。<laughs> で、まあ、あのこの本で、あ、そうかと思った方は、同じ、あの、 ポテントさんが書いたですね、ゲーマーズ・ブレインっていう、うん、ゲームで遊ぶ人、ゲームとあの脳科学とか認知科学の関係をね、えー、解いた、もうちょっと大きい本も出てますのでね、そっちも手を伸ばしていただければと思います。はい、ゲーマーズ・ブレインはあの、うん、公約されてるんですかうん、されてます。あの<ー>結構でかい本ですけどね。わ、はい、かりました。 ぜひ読んでみてください、はいはそういえばゲーマーズブレインっていうと山、うん、本隆光氏の「消防車スクラップブックで」で読、うんまた <laughs> ね。そうでしたね。あの「やぶへび」っていうとなんかよくないことみたいだけど、うん、そうでしたあの。第1回を書いたきりね、うん、2> 第2回どうなってんだっていうので今年は書きますのでよろしくお願いします。ね、ゲームを遊ぶときに何が起きているのかっていう。 本当ですねブレインとタイトルでそれをね、早期しました早期せざるを得ないですねありがとうございます今年はよろしくお願いしますこちらもよろしくお願いしますというわけで原稿の最速となって無事になましたねなんということでしょうはい。それでは今週はこのあたりにしますかねはい。どうもありがとうございましたありがとうございました